佐々木、花丸、そしてオクイン、残り1秒、決めました、オクイン。ディフェンスの改善されてきましたね。拾えるか、ハミルトン、前が空いている、シートが出てきました、これも仕留めた。ダーラムのスリーポイント、ダンクスリー、アレン・ダーラム。ピックアウトしてスリーを狙おうとしたんですが、中村にボールは通さないでした。さあ、ショットロック時間ない。いやー、決めた、ダーラム。ブラックシア、メイヨ、ショットロック2秒、メイヨ、タフショットになりました。決めてきました、あれ、これはお見事、ニック・メイヨ。ともに最後はスリーポイントだったんですけれども、これメイヨのこれスーパーダウンショットですね、高橋さん。そうですね、あのキッド選手はきちんとあのインラインというオフェンスとリングの間に立って、オークイン懸命のプレーが続きます。外へ出してラベナのスリーだ、決まった、メリークリスマス。これ打って決めてきた、すごい、はい、残ってるんで、はい、ですからね、まだ前でもらわせないようにすることですね。ちょっと今にしみましょうか。あ、長いボールを入れてエサトン、ヒロガーグリーン、うわー、あー、これがグリーンだ、スリーポイントブザービーター。グリーンに通してここから狙ってくるという、そして正確な守った渋谷、ジョーンズからエンドラメ走りたい、抜けてきて逆の、あ、時間ないですよ、あと1秒、おー、ブザービーター、ベンドラメレオ、ブザービーターです。佐藤からもう一度富樫です、富樫、おー、1クォーター終了です。注目の第13節千葉ジェッツ対川崎ブレイブサンダース第1クォーター、この富樫のラストショット、なんとも見事、船橋ワリーアリーナが沸きました。第1クォーター終了です、27対、金丸落ちる、さあ奪い返した群馬だが残り1秒、涙とのショットは、あー、決まった、フリーコイン、ね、入ると思ったっすわ。あ、そうですか、はい、何でそう感じました。3点リードで前半を終了しました群馬です。ハーフコートラインのところからこれです。素晴らしい前半の終わり方しましたね、群馬はね。群馬としては一度追いつかれて嫌な流れにもなりかけたんですが、3点リードで前半を終えました。34対31、前半終了しています。